どうも、ハチハンター風雅です。さあ、本日の現場はですね、なんか木の根っこかどっかにスズメバチの巣があるってことで来たんですけど、今から確認します。ハチの種類はモンスズメバチまたはオオスズメバチのはずです。いずれにしろ働きバチが出ている時期なので慎重に巣を探すことに。お、あの木がちょっと怪しい。あの木を警戒しつつ歩きますが、違う場所に巣があることも想定できるので超警戒しながら歩き回っております。あそこも怪しいな。でもないかな。確実に働きバチが出ている6月末とはいえ、蜂の数が少ないので出入りがあまりない。それもあって営巣場所が特定しづらい。これが先ほどの木ですね。どうやらこの木ではなさそう。一体どこにスズマチの巣はあるんだ。建設会社のお客様からの情報だと、木の根っこに蜂の巣があるとのこと。朝8時には現場作業員がいると教えられ、朝8時に来たんだが誰もいないので仕方なく自分自身で探している状態になります。木の根っこではないかもと疑いつつ、さまざまな場所を警戒してうろ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 。これもちょっと怪しいけど違うかな。このエリアに巣はなさそうなので移動します。違う方向に歩くと切断済みの木材がたくさん、そしてチェーンソーを発見。あれだ、この木に巣があることは確定的なので、鬼のように慎重に移動して近づいていきます。とりあえず巣の入り口を探してみます。下手に近づくと危ないですし、狩りに出ている働き蜂も戻ってくるので慎重に出入り口を見極めます。あった、これが入り口だ。見つけました。めっちゃ苦労した、探すのに。これだ、これ切ってる最中に刺されたんだ。あ、これオオスズメバチだ。オオスズメバチだ。現場の方々到着。現場状況を説明すると、こうやって木を切り倒している最中にオオスズメバチの巣を刺激して刺されたということ でこれはまっちゃってるんですね。これ現場のもので、今日借りるんですけど、これめっちゃいいんですよ。これ借りて、ここに穴をチェーンソーで開けて巣を生け捕りして借りたんですけど、あの紐で木を引っ張らないとチェーンソーが抜けないみたい。チェーンソーを抜くシーンは撮れず、生け捕りしたいので煙幕を投入しました。でここで速攻蜂が出てきたので今始末しています。はい。でオオスズメバチには煙幕がそこまで効きません。とはいえ6月末の巣なので、あまり煙幕を入れすぎてもなって感じです。1分後煙幕終了。ファイバースコープカメラで中を見てみますけれども、煙が充満して何も見えません。現場作業を進めたいとのことで切断しています。はいはいはい。紐を男3人で向こうに引っ張っております。はいはいはい。倒れた。はい、成功しましたね。この作業中に出てきた蜂を始末しています。巣穴にビニール袋をかぶせておきました。今こういう状態になっています。熱中症&脱水症状の懸念があり、やむを得ず防護服を脱ぎました。戻り蜂がいるので危険ですが、暑さというのも危険なんですよね。今持ち上げている部分も先ほど切り分けしたんです。チェーンソーには体力をかなり奪われました。炎天下&防護服でのチェーンソー作業、それは真夏にサウナースーツを着て炎天下でサッカーするようなものです。根性&体力がないとできません。余談ですが、趣味のフットサルの時に6月上旬まではサウナースーツを着ています。それは蜂駆除の防護服トレーニングのためです。暑さに対する免疫をつけています。はい。煙幕で生き捕りをする予定でしたが、今回は欲張らずに察知スプレーに変更しました。臨機応変に生き捕りにこだわらないことも大事です。チェーンソーでここまで切り開けました。あった。いやー、もったいね。あー、立派な巣だったな。途中か。はい、今日も戦利品です。やばいね、暑い、汗やばくね。